笑顔キャラバン隊情報。愛媛国体まであと281日、愛媛大会まであと309日ということで、笑顔キャラバン隊情報、愛媛国体愛媛大会を盛り上げようと毎週毎週お届けしておりますよ。今日はですね、剣道に行きます。高校生松山北高校の剣道部、渡辺茜選手です。女子、小柄なんですが身長152センチ、よく笑う女子高生、1年生ですね。渡辺選手、岩手国体がありましたが、その時に少年女子の部で準優勝を成し遂げたという女流剣士ですな。チームの先鋒を務めたのがこの渡辺選手でした。愛媛国体に向けてももちろん有力選手、注目選手です。取材は藤田アナウンサー、ナレーション錦アナウンサーです。松山北高校剣道部、渡辺茜選手、身長152センチ、小柄でよく笑う、どこにでもいそうな高校1年生です。しかし同級生や剣道部のメンバーは口を揃えて彼女のことをこう表現します。キャプテンとして、剣道部まとめ上げてますけれども、渡辺さんが入学してきた時に何か感じたことありましたか？最初はすごい笑顔でいい子やなと思ってたんですけど、目をつけた瞬間に人が変わった感じになって、すごい頼れる子やなと思いました。同級生として渡辺さんってどうですか？制服の時はとても明るくて、オーラというものがあまりないんですが、防具をつけたら、男子でもちょっと怖いという感じです。持ち味は圧倒的なスピードと卓越した打ち込みの技術。1年生でありながら今年の四国総体を制した日本トップクラスの選手です。あまりの強さに高校では男子が練習相手を務めます。女子でありながら一緒に練習してると思うんですけど、で渡辺さんってどうですか？いや、男子からしても強くて、まあ、女子の中ではずば抜けてると思うんですけど、まあ、ちょっと女子っていうところもあって、まあ、最初はちょっと、まあ、油断してたというか、ちょっと甘く見ていたんですけど、実際手合わせてみて、まあ、本気でやらないと勝てないなと思っています。彼女は小学生の時から評判の選手でした。4年生で名門愛媛西武館のレギュラーとなり、愛媛県少年剣道大会で3年間無敗、大会3連覇を達成しました。中学1年生で初めて敗れた時は、大会で泣いてた姿覚えてますか？はい。究極の負けず嫌いだと思うんですけど、そのあたりは変わってないですか？あ、全然変わってないと思います。変わってない。負けず嫌いで努力家、剣道と真摯に向き合う姿勢が彼女の成長を支えてきました。松山北高校剣道部監督であり、国体少年女子の監督でもある日野剛さん、渡辺選手とは遠からぬ縁のある指導者です。彼女は実はお父さんもここの出身で、私の同級生でずっとここの道場でやってましたので、まあ、小さい頃から見て、もおりましたし、入ってきた時の姿を見て、そうですね、まあ、実績もある選手ですから、楽しみであると同時に私もしっかり育てないといけないなというプレッシャーを感じながらもやらせていただいております。父悟さんも松山北高校剣道部出身、日野監督とともに高校時代国体で5位という成績を収めた剣士です。父の背中を追って松山北高校に入った渡辺選手、初めは高校剣道に戸惑いを感じたといいます。高校に入って特に感じた壁とか、そういうのもってあるんですか？今までは自分の剣道、特に面とかでも当たってたのが、高校になって月も増えて面が当たらなくなっていくっていうところは自分の中で大きな壁となりました。それをどういうふうに乗り越えていってるんですか？
まずは中学時よりも足を使って攻めて、そこから自分が打てるって思った時だけ打つようにしました。持ち前の負けん気で成長を遂げ、今年1年生でありながら国体のメンバーに選出されました。そして岩手国体で愛媛の先鋒を務め、チームを準優勝に導きました。優勝という大きな目標に愛媛県全体として向かっているので、その目標を達成できるように個人としても日々の稽古に精進していきたいと思います。もう多分自分が剣道していて愛媛で国体が開催されるのは今回が1回きりだと思うから、選手としてまず出ることを目標に、出るなら愛媛代表として堂々と試合していきたいなと思います。来年は全国の頂点へ。男子を相手に市内を振り続ける小さな剣士は、大きな目標に向かって今日も稽古に励みます。笑顔キャラバン隊情報、今日は松山北高校1年生の女子剣道ですね、渡辺茜選手に注目いたしました。笑顔キャラバン隊情報でした。